そのドロップ D チューニング、最近ね、あの若いバンドとかだと割と皆さんやられる、やってますね、6弦だけ D に落とすチューニングなんですけども、これがなかなかとっさにできないという方もいらっしゃいますが、これなんとここマスだけ出てきます、今使ってますですね、これすごい、これめっちゃ楽ですね。タルナかっこいい、はい、なんと、はい、12弦で銅の深いアコギの音を鳴らしますと本当にリアルな、いわゆるナチュラルなコーラス効果が得られる、優しく弾きますね、さっきみたいなソフトな周りを飛ばして、なんかサビとかで盛り上がったりしたら弾き方を変えると、こんな感じで、すごいダイナミック、ダイナミック表現力がすごい高いんですね。そうですね、シーズンしか出せない音、これやっぱ魅力です。例えばこんな。宇宙空間、宇宙空間、まだ。
ました。